マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは太ってしまった原因はこの食べ過ぎ、わかってる。でもそもそもこの止まらない食欲をもう何とかしたいって思いませんか？そこでこの動画では飲むだけで食欲を抑えて痩せる簡単な方法がわかるんです。もしあなたが止まらない食欲を抑えて何とかね、一日も早く健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。1日2杯飲むだけで痩せるお茶についてお伝えします。動画のお話流れはこちらです。1つ目、なぜ飲むだけで食欲を抑えて痩せることができるんでしょうか、そのポイントと、2つ目、食欲を抑えて痩せるお茶、具体的な飲み方注意点までお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ飲むだけで食欲を抑えて痩せることができるのでしょうかということで、その痩せるポイント3つお伝えします。まず1つ目は、このお茶を飲むと腸内環境がとても良くなるんですね。もうとっても大事です。もう何回も私お伝えしてますけれども、痩せたいなら、しかも健康的で綺麗にですね、そうするときはもう絶対この腸内環境を無視してはね、痩せることができないんですね。たとえ一時的に痩せたとしても、もう待っているのはリバウンド、もうそんな無駄なことはねやめましょうということです。じゃあどうすればよいのか。もうまずあなたの腸内環境が、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがしっかりと種類が豊富でね、元気でいつまでも住み着いてくれて、もうあなたと共存、もう一生仲良くお付き合い、こういった環境をね作ってあげることが大前提になってくるんですね。私もそうしてます。過去私がもう何をしてもダメだった、プラス今にも10キロ太っていたっていう時は、もうこの腸内環境がもう悪かったんですよ。もうデブ菌ばっかりみたいな、もう最悪でした。もう体調も悪かったしですね。ですから、いかに健康的で綺麗になるためには腸内環境で大事だなってもう身をもって実感してるわけです。ですからあなたにもぜひご一緒に腸内環境を整える腸活していただきたいなと思います。でまたポイント2つ目、冷え性改善、これもすっごく大事ですよ。もしですね、いろんな食事制限したりとか、もう運動したり頑張ってるのにもう一つも痩せないっていう方はですね、低体温の可能性があります。そもそもあなたの体温が低すぎるんですよ。例えば6度1、2分とか、もうどうかしたら6度ないとかっていう方はね、もうどんなに頑張ったって痩せません。もうそもそもそんな体温低いと代謝も低いですし、体の機能がうまくいってないから病気になってしまいます。ですからしっかりとこのお茶飲むことで、もともとのその低体温の体質をね、改善していく必要があるんですね。で3つ目、ハーブの力を借りましょうです。で今回お伝えするお茶っていうのはね、ハーブティーです。ノンカフェインの、もうめちゃくちゃおすすめ、もういいことづくめのお茶なので、ぜひ楽しみにしてきてください。でやっぱりハーブってですね、まあ、昔で言う自然療法、今はもう本当に何か出たらすぐ薬に頼るばっかりですけども、昔は薬なんかなかった、でも元気だったわけですよね。元気な方はじゃあどうしていたかっていうと、こういった薬草ですよね、ハーブが持つそういった症状が治るものを上手に自然療法として取り入れてたわけです。なので私たちだって昔の人たちと今変わらないんですよね、何も。ですからできればやっぱり薬に頼るのではなくって、こういった自然療法、ハーブの力を借りて睡眠の質を良くしたり、代謝を上げたり、そういったねいい状態をやっぱり自然のもので取っていただきたいなって思います。ではここから2つ目の項目です。食欲を抑えて痩せるお茶とは何でしょうかということで、そのご紹介と飲み方、さらに痩せるためのポイント注意点お伝えして終わっていきますね。まず今回私が選んだのはこちらです。見えますでしょうか。もうねこれ持ってるだけでもちょっと変わるんですけども、これペパーミントティーになります。で今回私は大好きなお店カルディさんで見つけたんですけども、こちらですね、1箱ペパーミントの、お茶25袋入っていて、メスマーというドイツのハーブティーになっています。でこれすごくね本当にいいお茶になりまして、いろんなねその添加物が入っていなくっておすすめのお茶になるんですけども、これがですね
いいのはやっぱりね、このペパーミントティーってすごい食欲を抑える効果があるんですね。でペパーミントティーの香り、まあ、要するにそのペパーミントの精油ってありますよね、アロマ。あのアロマのペパーミントをね、ずっと香りを嗅ぐだけでも食欲が収まっちゃって、本当にもうね、何千キロカロリーって抑えることができたっていうね、エビデンス、まあ、データも出てるわけですよね。だったら、まあ、香れるし飲めるしっていう、このペパーミントでめちゃくちゃおすすめになります。このペパーミントはもうそもそも胃腸を整えてくれますし、便秘解消とかね、お腹すっきりデトックス、そしてなんとなんかペパーミントがこうクールな感じがしてね、こうスースーこうするから、なんかこう体が冷えるようなイメージあると思うんですが、逆、お体を温めてくれる効果があるんですよね。そして食欲をこの香りで抑えてくれる効果があります。ここがポイントですよね。でしかもそのことでね、良質な睡眠までゲットすることができるんですね。すごく大事。やっぱりこう気が立てたりとか、悲しいこと、イラッとしたこといっぱいありますよね、生きてたら。わかる。でそんな状態でいざ寝ようと思っても寝れませんよ。私だってそうです。もうイラッとかね、ウェーンって泣いてると寝れない。でももうね、そんな時はね、もうこれに頼ろうっていうことですよ。お薬じゃなくって、こういった自然なペパーミントのね、眠れる力、そしてここ食欲を抑えてくれる力を借りて、どんどん安定した状態を作っていきましょうねってことです。でね、効果的な飲み方ってあります。まずは1日2杯までにしてくださいね。でポイントはホットで飲むこと。これ間違ってもね、冷たく作っておいたのをね、冷蔵庫で保存するとかダメですよ。冷たいものを飲むと代謝が落ちて太る。なので冷たいものはお休みです。でホットで飲みましょう。でいつ飲めばいいかというタイミングをおすすめあります。まずこのペパーミントティーは食後に飲んでいただきますと消化を促進してくれるので、すごくね、胃腸の調子が良くなります。でまた夜寝る前飲むと安眠効果がありますから、ぜひね、もっともっとその食後の消化を良くして胃腸に負担かけたくないなっていう方は食後飲んでもいいでしょうし、いやいやってなかなか睡眠の質が最近悪いからぐっすり眠りたいなって、その間食欲を抑えてくれる効果も欲しいなっていう方は、その食事の時でもいいですし、寝る前でもいいと思います。ただし注意が、1日2杯までにしましょうね。いくらいいからといっても飲みすぎてしまうと逆効果になります。で特に妊娠中の方、授乳中のママさんなんかはこのペパーミントティーはね、ちょっと母乳の出が悪くなる場合もあるので注意してくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画では自然とペパーミントの香りを味方につけることで、その食欲を抑えてくれる効果と安眠効果で、ぐっすり眠れますと痩せホルモンがしっかり作ることができる、その結果自然に寝るだけで痩せることができますよっていう、もう簡単な方法になります。ぜひね、ペパーミントティーお手元にお持ちください。で別にこのカルディで選んだこれじゃないとダメってことではありませんよ。もうできればね、有機栽培でも無添加で良いもの、香料とか着色料とか入っていないものを選びましょうね。絶対大事。添加物が入ってていいことなんかね、あるわけない。しっかりと無添加選んでくださいね。さあ、この動画のお話は以上になります。皆さんが私がお伝えしたことを取り組んでこんな風になりましたとかね、先生これも良かったってあれば、もうどんどんコメント欄にお声くださいね。もうとても励みになってます。でまた役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますと、もうとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。